どうもこんにちは、名前ボムボムの三分クッキングのお時間です。今日はキャンプに来ておりますが、3分でスイーツを作りたいと思います。今日のスイーツはこちら、バナナとチョコレートで焼きチョコバナナを作りたいと思います。トゥ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 切りまーす。トゥルルッツ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 ッ、チョコレートを適当に切ってトゥルルッツ挟みまーす。トゥルルッツ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 ッ、あーアルミ油を混ぜた。アルミで包みます。トゥルルッツ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 ッ、じゃーん。はい、これを焼くだけです。これちょっと今回ハイグレードアルミなので、ちょっとなかなか火が通らないかもしれないっていう懸念はある。これもものすごく簡単で楽にやってもできると思います。それでは約2分焼きました。ですね、できました。それではいただきます。こういう感じでちょっと ほじってもらって、わっ、うん、あ、おいしい。うわっ、うまっ。味の万馬券よ。めちゃくちゃ美味しい。あの焼いたから多分甘さが、バナナの甘さがすごい凝縮されてより甘くなってます。最初バナナのその甘みがグーってきて、でその後ほろ苦いチョコレートがスッとピリッとスパイスになって、めちゃくちゃ美味しいです。こんなにシンプルな簡単に作れるスイーツなんですけど、これはもううちのキャンプの定番化したいなというレベルです。原宿に店出せる。めっちゃ美味しい。見た目ちょっと汚いけどね。それがうまいんだよ。そうですね。ね、欲しい。肉ばくちょうです。出ました。初の肉ばくちょう。欲しい4つです。めちゃくちゃ美味しい。何よりもう焚き火してたらポイって投げ入れとけばいいので、超絶簡単で。道具もそんなにいらないっていうのもプラスポイントでした。ぜひおすすめであります。以上、状況終わり。最後まで見てくれてありがとく。大型ダンプ Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ノース。